黄色い旗がまず振られます。そして白い旗が振り下ろされますとスタートの合図となります。いよいよキューポラの町川口からスーパースターへの爆音が轟き渡ります。第3回スーパースター王座決定戦スタートいたしました。綺麗なスタート、弾丸ミッキーが飛んだ。内からは2番の田代雄一であります。先行体制はこの辺り田代雄一であります。田代雄一がまずレースを作ります。引っ張る形になりました。負けじオートラジ追走いたします。7番の篠崎であります。先頭は2番の田代、そして7番の篠崎であります。平成時代のヒーローをアピールする駆け引きが 500m 走路でぶつかり合っています。2番の田代が先行体制、内を救ってくるのか7番の篠崎であります。先頭は2番の田代、イーグを開けません。7番の篠崎ミドルが追走しまして2番手であります。3番手に岩田幸男という体制であります。4番手の位置には1番の増崎忠といったところであります。この辺り5枠の両者が後方に置かれた体制になりました。さあまさに上位争いはスピードスクランブルといったところでありましょうか。2番の田代雄一バックストレッチに抜け出てまいりました。先行体制2車身から3車身リード、7番の篠崎実が2番手を追走する体制、3番手岩田幸男、そして1番の増崎が4番手の位置であります。あと7周であります。瞬間最大風速男、風を切って走ります。2番の田代であります。7番の篠崎稔がイングを救ってまいりましたが、このあたりまだかわせない。しかし初出場、息明る篠崎が内に切れ込んでくるか。さあどうでしょうか。ホームストレッチ6周目の差し掛かったところで7番の篠崎が抜きにかかりました。7番の篠崎抜いた、田代も抜き返した。壮絶な争い、突っ込むコーナーごとに投手の火花が足元から散っております。先頭はこの辺り2番の田代雄一、7番の篠崎が追走2番手というところ、1番の増崎も虎視眈々と狙って上がってまいりました。あと5周であります。人間とマシン一体となり限界に挑戦する華麗な走り、目が奪われます。2番の田代が逃げ切るか、7番の篠崎、1番の増崎が追い込んでくるのか。さあ3コーナーのところ第2センターあたりに差し掛かってまいりまして、まだ内を狙っている7番の篠崎であります。残り4周、さあ内に切れ込んだ7番の篠崎、どうだ。内を救った7番の篠崎、しかしまだまくった2番の田代、この辺りちょっと置かれて1番の増崎が2番手に突っ込んでくる。1番の増崎2番手に突っ込んでくる。竜王と時代の幕開けをつける最高のレースが展開されております。2番の田代が逃げ切るか。さあ2番手水槽は7番の篠崎、1番の増崎。さあこの辺りの2番手争い、波乱があった。落車がありました。1番増崎、7番篠崎、落車であります。短期2番手は3番の岩田幸男であります。レースは15期のライバル同士の一騎打ちになるのか。残り2周であります。さあ2番の田代、独走体制を固めるか。2番の田代雄一、昨年の後半全日本選抜あるいは日本選手権 V と賞金王に輝いておりまして、今最高に乗っているレーサーがトップを独走体制であります。さあいよいよホームストレッチに入りまして、残り1周の青旗だ。まさにスーパードライなさばきとテクニックであります。2番の田代雄一、さあバックストレッチ出てまいりました。3番同期の岩田幸男が追走するがどうでしょうか。5車身から6車身リード、意地と執念のぶつかり合いだ。さあ最終4コーナーを回ってホームストレッチ、平成最初の日本一速い男は2番の田代雄一、3番の岩田幸男が2着であります。